こんにちは、チャッピーと始める水彩画講座、今回もよろしくお願いいたします。今回描くモチーフはこちら、竹林の小道です。ここは静岡県伊豆の修善寺というところにある竹林で、この写真はね、私が以前訪れた時に撮影したものなんですけれども、有名な観光地なのでね、行かれたことのある方もいらっしゃるかもしれません。それほど大きくはない竹林で、画面中央の手前から奥に向かって一本の小道が走っています。その左右を竹がきれいに並んで、気持ちのいい散策路になっています。この写真には、ね、写っていないんですけれども、画面左の方はですね、竹林の後ろには川が流れていて、とても風情のある場所でしたね。この写真を撮影したのは春のお昼頃だったんですけれども、ちょうどいい感じに日が差してですね、色も鮮やかで陰影もくっきりと出て、スケッチするにはとてもいい環境だと思います。今回はこの竹林を描いていきたいと思います。今回もこちらで描いた作品はですね、私が運営している下絵専門のネットショップ下絵工房カルトーネから線描きによる下描きと、この写真、そして着彩後の完成作のプリントがダウンロード、または水彩紙にプリントされたものを入手することができます。下の概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。デッサンが面倒な方や、なかなかうまくいかない方、早く着彩の練習をしたいという方は、ぜひこちらをご利用いただいて、この動画を見ながら一緒に練習してみてください。では早速描いていきましょう。はい、まずはじめはですね、紙全体に水を塗って、湿らせていきます。そしてまずは一番明るい色である黄色から塗っていきましょう。これはパーマネントイエローペールですかね、明るい黄色ですね。これを一番光の当たっているあたりに大まかに塗っていきます。かなりね、大まかで構いません。ただね、ベタにならないように点々を置くような形で塗っていきましょう。そしてその後にリーフグリーン、かなり明るい黄緑ですね、これを乗せていきます。少しずつ黄色から黄緑、そして濃い緑へと移っていく感じですね。ではここで一旦ティッシュで吸い取ってムラをつけていきます。ここでね、なんとなくこうふんわりとした光の印象であるとかね、塗りすぎたところを取ることで明るさを表現しています。そして次にですね、少し濃いめの緑、ちょっと渋い緑ですね、オリーブグリーンなんかをのせて影の部分に入っていきます。明るいところは拭いといて乾かしたままの状態ですね。少しずつ暗いところに色を伸ばしていくような形で濃い色をのせていきましょう。この時もですね、筆の先をトントントンとついていくような形というかね、先を使ってですね、タッチを生かしながら塗っていくっていう感じを意識してみてください。まだまだね、紙が湿っていますので、このようにどんどん流れてきますけれども、雰囲気はそれなりに出てくれますんでね、ここもベタにならないようにリズムよくトントントンとこう置いていくような感じで塗っていきます。そして少しずつ塗る範囲を広げつつ、緑の色に変化をつけていきましょう。またこの辺ももう一度ティッシュで軽く拭き取っておきます。こうすることでね、よりムラがはっきりと出てきますね。今回特に光のね、あの淡い調子と木漏れ日の感じですね、これをうまく出していきたいので、ところどころ抜いていくといいと思います。では竹林以外の方にも色をのせていきましょう。塗るときはね、先ほどの竹の部分と同じように筆を立ててさっさっさとリズムよく塗っていきます。ここまで使っている筆はね、この習字で使うタイプの筆ですね。かなりね、あの毛足も長くて水の含みもいいんでね、まあ、彩色筆なんかもよく使いますけどもね、それよりもね、さらにあの腰が強くてですね、変化がつけられるということでね、私はよく使っているんですけども、これを使ってどんどん色をのせていきます。そしてこのようにティッシュを少し尖らした状態にして、竹の光っている部分、ここを少しこのように抜いていきます。そして影のところになってくるとね、かなり濃い緑も使っていきたいんですけども、以前にもね、申し上げましたように、影のところをね、塗っていくときは基本的には青系の色を塗っていくと、深い印象なんかもね、濁らずに塗っていくことができますので、今回もちょっと青系を使っていきます。こちら側にも青系の色をのせていきます。ちょっと鮮やかめな青で少し怖い感じもしますけどもね、思い切ってのせていきましょう。
この段階でね、しっかりと光の方向を意識して塗っていくっていうのが大事ですね。どっちから光が入ってきて、どの辺が明るくてどの辺が影になるかということですね。さらに緑や黄色、明るいところはね、どんどん色を足していきましょう。そしてこの竹のね、林の幹の部分ですね、この竹の幹の部分、ここは筆を立てるような感じで線を使うようなイメージでさしさしさと吐くような感じで塗っていきます。この辺のね、筆の使い方、かなりね、葉っぱを描くときと違うところがありますね。そしてこのこちら左にある大きな木の幹、これは結構ね、竹ではなくてしっかりとした木なんで、また塗り方が変わってきますよね。大まかなタッチを使いながら、ウェットインウェットで 2,3 色の色を混ぜながら塗っていきましょう。そして日こもれ日の当たっているところや樹皮のね、白く見えるところはこのようにティッシュなんかで吸い取っていきます。そしてこの辺りはね、竹林の奥にこう隙間が見えるところですね。この辺は割と明るい場所なので、それほどたくさん色は乗せないでいいと思います。変わって左下の足元の草がたくさん生えている場所ですね。ここは竹のね、幹とは違って、また短いタッチで描いていくのが分かると思います。いつもね、この動画ではね、筆の使い方についてかなり大切にしていくような、解説してますけどもね、今回もそのものによってですね、筆の選び方、どのような使い方をするかっていうのは気にしていただけるといいと思いますね。ではこちらの右側の植木ですね、ちょっと小さい植木、少し花が咲いているのかな、赤い部分がありますね。ここに先に赤を入れていきます。そしてそこに混じらないように少しずつ葉っぱの緑の部分を入れていきましょう。この時もね、かなり筆先を立てて、尖らした状態でね、点々点と細かいタッチを打ったり、細い線をスッスッとこう伸ばしていくような感じで、葉っぱの雰囲気を意識しながら描いています。では右側の建物ですね、ここはどういう建物でしたかね。ちょっとレストランなのか、旅館なのかね、日本家屋的なね、ちょっと風情のある建物がありましたけども、今回はあくまでも脇役ということでね、竹林に少し変化を与えるということで画面に入れ込んでますけども、最初はこのようにですね、逆光になってますんでね、紫を一面に塗ってですね、シルエットだけを出すような感じで塗っていきます。そしてそれが乾かないうちに濃い青をこのように乗せてですね、どん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 色をにじませて雰囲気を作っていきます。この時にね、結構水たくさん使ってますからね、垂れてきて、びっくりするかもしれませんけどね、ある程度こう水の流れに任すっていうことも大事なのでね、そのまま掘っておきます。そして形がはっきりしている柱やこの壁伝いのね、細かい部分は少し筆を立てて丁寧に描きましょう。さらに暗い部分に焦げ茶色をのせて、より複雑な影の色味を出していきます。こちらの竹でできた壁の部分も同じように、一面にとりあえず紫をのせて雰囲気を出します。そしてここの影ですね、これも一つ重要なアイテムというかね、場所になってきますね。これをね、ある程度きっちり描くことで光の強さであるとかね、そういうものがはっきり出てきますね。そして青を使ってさらに壁の色を濃くしていきますけども、このように手前の植木の部分ですね、ここを残すように、いわゆるネガティブペインティングですね、周りをしっかり縁取ることでその部分を残すという描き方を丁寧にしていきます。そしてここは、木漏れ日も含めてですね、木の影がここに地面の
小道の部分に、ね、落ちているということですね。ここはある程度模様を描くような形でですね、慎重に描かなきゃいけないんですけども、木漏れ日がしっかりね残るような形で丁寧に描いていきましょう。ではここで一旦クーピーを使ってですね、竹の幹の明るく光っている部分、ここにクーピーを塗ってこの 白い部分を、ね、残すような形でマスキングしていきます。クーピーはね一度塗っただけだとちょっと効きが弱いので、このようにゴシゴシとこするような形で強めに乗せておくといいと思います。細いところはこのように、さっさと力入れてますけどもね、さっさと吐くような感じでシャープな線を引いていきましょう。マスキング液とかでもねもちろんすることはあるんですけども、このようにねシャープな勢いのある線っていうのはねマスキング液ではやりづらいので、私はよくこのクーピーを使っています。ではさらに影の部分を重ねていきます。今度はですね若干紫の濁った色ですね、紫に少し焦げ茶色を混ぜたような色、これによって影の表現をしていきます。ただねそろそろこの竹の、感じも出していきたいので、このように尖った筆先を使ってさっさっさと吐くように、隙間の影の部分ですね、ここを乗せていきます。そしてその色が乾かないうちに少し変化をつけるために、濃いめの緑をどんどん乗せていきましょう。この水の多い状態でねウェットインウェットでこうふんわりとした形を描きつつですね、竹のシャープな形、これを両方ね出していくっていうのがポイントですね。使って慎重に葉っぱの表情、細長い竹の幹の表情、違いを出しながら塗っていきます。かなり色味が複雑になってきましたね。青から紫、そして濃い緑、いろんな色がにじみ合ってですね複雑な色味が出てきていますね。遠くの部分もこのように明るいところと暗いところの差をしっかりつけていきます。そしてこの辺はね割と葉っぱの形がはっきりとくっきりとね見えているところなので、一旦はね雰囲気出すためにウェットインウェットで描きましたけども、仕事が進むにつれて細かいタッチを少しずつ出していきます。水彩画はこのようにね色を何度も重ねながらですね複雑さや奥行き渋みなんかも出していきますからね、一回の仕事でね細かいところをしっかり描こうと思わずに、徐々に徐々に大きな仕事から細かい仕事へ移っていくっていうのがセオリーですね。この辺は葉っぱと幹の部分がね両方混在しているところなのでねちょっとややこしいですけどもね、ある程度こう幹の形を見せつつ葉っぱの表情もつけていくということでね、描いていく上で混乱しやすいところですけどもね、まあ、先にある程度クーピーによってね細かい作業はしておいたので明るい部分がなくなってしまうということはないと思うんですけどもね。ではこちらの暗い部分に思い切ってまたさらに影を乗せていきます。この時も水の含みのいいねしっかりとした筆を使って大きなタッチを寝かしながら乗せていきます。そして徐々に徐々に周りに広げるに従って竹のスッと勢いのあるね幹の感じ、これを筆の使い方を変えつつですね表現をしていきましょう。そして濡れている間でしたらこのようにティッシュで取ってですね塗りすぎた明るい部分を取り戻すこともできます。どんどん濃い色を重ねていきます。この時は紫ですね。
でこの道に沿った部分に、ちょっと柵がね、低い柵がありますので、この辺も手を入れていきましょう。柵自体はね、光が当たっているのでそれほど描いていくわけではなりませんので、少し隙間を縫うような形で草の色をのせていきます。そして影の色ですね、これを入れて残すところとの対比を作ることで光を感じさせていきます。では一番左に見えている竹ではないんですけどもね、この木の表情を描いていきましょう。これもね、一度ざっと塗ったんですけども、かなり薄くなってしまったので、今回また濃い色をのせていきますけども、少しここにもね、光が当たっている部分や色の変化かなりありますのでね、その辺はね、細い竹と違ってですね、木の表面のね、表情の豊かさ、こういうものを出していきたいですね。そして竹林の向こうに見える別の木の木立ち、こういうものは竹を描くときとはちょっと違うね、枝の特徴を持ってますよね。こういうのも非常にさっさと描くのではなくて、ところどころ節を作ったり抑揚をつけるような形で描いて変化をつけておきましょう。どんどん奥の部分はより暗いところ、濃いところを色をさしていきます。ただね、この雑木林のね、複雑な感じを出すためにはベタになるわけにはいきませんね。筆先の表情をうまく活かしながら雰囲気をつけていきましょう。今ね、ちょっと竹の節の部分塗ってみましたけども、このようにですね、先ほどのクーピーでね、節のとこ描いたところがはっきりと出ているのがわかると思います。そして先ほど言いましたように、この辺の雑木林の木の枝ですね、ここは竹と違ってちょっと変化をつけると、逆に竹の方はさっさっさと細い線で勢いよく描いていくということですね。この辺の竹林の手前、足元にはいろんな種類の草が生えていますけども、ここもね、一つの描きどころですね。緑の種類もいろいろ使いつつ、タッチもですね、ここならではの身近なタッチ、勢いのある細いタッチ、線の太さにも変化をつけながらですね、複雑な表情を出していきましょう。そしてこのようにかなりね、奥の方はもう本当に竹と竹の隙間が、狭い部分なんかはほぼ線になってきますよね。こういうところもね、しっかり濃い色を入れていくことで、より明るいところが強調されてきますね。特にこういうね、自然のモチーフを描くときはですね、やはりきちっと形のあるものを正確に描くというよりはですね、全体が醸し出す雰囲気、光の流れ、こういうものがね、とても重要になってきますので、それぞれのものがね、多少形がね、ずれていたりとかですね、正確さを欠いたとしてもあまりね、気にする必要ないですね。まあ、ちょっとね、難しい言葉で言うと、その場の持ってる雰囲気というかね、気配みたいなものですね、そういうものをこう掴むっていうことが、とてもね、重要なことになってきます。個々のものをね、ただ正確に描けば、その雰囲気が出るかというとそうでもないので、大事にしたいのは、実際に行ったことのない場所でもどういう場所だったのかなということをね、想像力を働かせてね、実際ここに行ったら暑いんだろうか寒いんだろうかとかね、日差しはどれぐらい強いんだろうかとか、そういう視覚的な効果だけに頼ってしまうと、どうしてもこう一字一句間違いなく丁寧に書こうという気持ちがね、強くなってしまいますので、自分がね、その場にいるような、どういう感じを受けるかなとか、そういうちょっと体感的なもの、それを想像力をね、こう働かせてですね、描いていくっていうことも大事だと思いますね。その辺がやっぱり絵の面白いところでもあると思うんですけどもね。さらに細かい作業をしていきます。
細い筆をね極力立てるような形で使って慎重に塗っていきます。ただね、先ほど言いましたようにね、厳密に全てを説明するっていう必要はありませんからね、ある程度雰囲気をつかみながら、かといって、大雑把にならないようにですね、雰囲気をつかむような感じで描いていきます。この時もね、重要なのはやはり影の部分、へこんだ部分ですね、奥に引っ込んでいる部分、そういうところを中心に描くことでより奥行きが出てきますし、それぞれのものの位置関係がはっきりとしてきますね。ここは光も当たっていますので、それほど暗く塗るわけではありませんけども、明るいところを残しながらですね、濃い色を少しずつ入れていきます。では一旦手前のこの竹の柵に戻っていきましょう。ここはね、先ほどね下地として大まかに塗っておいただけですけれども、この後でもう一度さらに具体的な形を描いていきます。この時はね、先ほど紫系統が多かったんですけども、少し焦げ茶色、セピアやバーントアンバーなんかを使って、ちょっとこの竹のね表情を浮かび上がらせていきたいと思います。その壁の影の色ですね、それがそのまんま地面の方にもつながっていきますね。もう一度手前の植木の部分に戻って細かく描いてみましょう。赤い花の部分にはさらに強めの赤をのせていきましょう。この時もね、緑と混ざらないようにね、気をつけてください。竹の方がかなりね、濃い色しっかり出てきましたので、逆にこちら側の建物の影も、さらに濃い色を重ねていきます。先ほどね、竹の柵と同じようにそれほど細かく説明することはありませんけれども、建物なのでね、ちょっと窓の部分であるとかね、この少し突き出た屋根の部分の影、こういうところは立体感を出したりですね、建物という説明をする上でも、シルエットぐらいはね、このように描いておいた方がいいと思います。でもう一度この柵の部分に筒状の部分に影ができますね。そこに影を入れていきつつ、膨らんでいる感じを出していきます。この柵自体がね、竹をいくつか並べてですね、このように筋交いをつけたり、紐で結んだりしながらこう壁状に面として使っているわけですけれども、この竹全部をね、きっちり描く必要はありません。逆にこのようにね、隙間を空けて、リズムよく描いてあげることでですね、先ほど言った雰囲気なんかが出ますね。その程度でいいと思います。でもう一度手前の草の部分に色を入れていきます。この時も細い筆をしっかり立ててですね、丁寧に描くというよりは草のこの勢いをうまく表現するように、シュッシュとスピード感を持って描いていきましょう。そして柵の形ですね、これも周りを縁取ることで柵の形を浮かび上がらせていきます。一番道の奥のね、突き当たりには建物がぼんやりと見えるんですけどもね、これはあくまでも影としてこの程度にしておきます。
そして最後にもう一度竹と竹の隙間ですね、ここに濃い色アクセントを入れて完成にしていきましょう。この明るい部分にもね、少し周りがね描き込んできたので少し寂しくなってきましたから、もう一度明るい黄色をのせてね表情を出しておきましょう。はい、こんな感じで完成です。いかがでしたでしょうか。今回はね、涼しげな竹林の小道、これを描いてみましたけれども、構図としてはね、いわゆる一点透視図法的な奥に向かって収束していく単純な構図でしたね。そして光の方向、右の方から光が当たっているということで左右でかなり明るいくらいの差が出ていました。あとは竹の描き方としてはですね、途中でクーピーなんかを使って明るいところの残していく表現もしましたけれども、笹の葉の部分ですね、ここには細かいタッチを刻むようにですね丁寧に描いていくと、逆に幹の部分、ここは竹の持っている特徴ですね、このスッと細長くて勢いのあるスピード感、こういうのを持ちながらですね描いていくということがポイントになりましたね。基本的にはね、これだけ鬱蒼と何本もね竹があるわけですから、一本一本にそれほど丁寧に描いていくということはしなくていいと思います。手前のね1本2本をある程度説明しとけば、あとは全部ねまとめて竹の林という感じで見せることで、逆に、ふわっと鬱蒼としたねこの全体の持つ雰囲気が出せるんじゃないかなと思いますね。あとは建物の壁や竹でできた柵、そして、道路の地面の部分であるとかね、こういう暗いところに関してはほとんどシルエットとして扱ってみました。この方がですね、竹の方にねスッと目が入っていきやすくなりますし、あまりここをね強調して描いてしまうとそちらの方にね視線が奪われるということもありますので、シルエットとしてしっかり見せるということを意識して描いてみました。この他竹以外のね植木であるとかね、ちょっとした樹木、あとは地面に生えてる草、こういうものもねそれぞれ筆の使い方、タッチの細かさ、筆の勢い、筆の選び方、水の量、こういうものをものによって変えていくように意識してみてください。はい、では今回はここまでとしたいと思います。今回のこの作品もですね、線描き段階の下絵と、モチーフとして使ったこちらの写真、そして着彩後の完成作が下絵専門のネットショップ下絵工房カルトーネからダウンロードまたは水彩紙にプリントされたものを入手することができます。下の説明欄の方にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらから入手してみてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら高評価ボタンやチャンネル登録の方をしていただければありがたいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。